い、どうもです、9月24日の任天堂ダイレクトによってスプラトゥーン3の情報がですね少しだけアップされていたので、今回はそれをちょっと見た感想を言いたいと思うんですけども、ヒーローモードですね。ヒーローモード、今スプラトゥーン2のヒーローモードいるんですけど、猫大丈夫かちょっと待ってね、大丈夫すごいチェアの、ゲーミングチェアの上に立っちゃった。おお、身軽だな。はい、これがスプラトゥーン2のヒーローモードなんですけど、スプラ3ですね。スプラトゥーン3になると、小ジャケが使えるようになると思うんですよ。てか、なんか小ジャケが使えるって言ってたじゃないですか。まあ俺の今回の感想はヒーローモードについてなんですけど、スプラトゥーン3になると小ジャケが仲間になって一緒に戦えるみたいなことを前の任天堂ダイレクトで言ってたんだよね。今回のこのキャラクターのリュックの中に小ジャケがいまして、でちょっと小ジャケを投げてなんかミッションをクリアしてるみたいな描写があったんですよ。まあ、詳しくは任天堂ダイレクトみんな見てほしいんですけど、だからストーリーモードで、ヒーローモードで小ジャケと一緒にね、戦える、一緒にストーリーをクリアできるんじゃないかなと俺は考えていまして、まあ、それだけじゃなくて、これ俺一瞬でもうすぐ気づいちゃったんだけど、みんなも気づいたと思います。アオリちゃんとホタルちゃんはまあいました。で、真ん中に伝説の帽子をかぶった、まあ、多分今のこのスプラ2のイカちゃん、多分髪型もこれでした。で、この子が一緒に映ってたので、もしかしたらまた出てくんじゃないかなって、心の中の3号みたいな感じで4号も出てくんじゃないかなって俺は思ってます。で、あとね、一番最初にタコ出てきました。これタコだよね。ちょっと闇っぽい、闇落ちしたタコ闇落ちしたタコが出てきてて、まあ、ちょっとヒーローモードも楽しみになってきましたね。まあそんな感じかな、ヒーローモードは。あとスプラトゥーンのバトルでスプラ1のステージが復活してたり、まあそれもあったので、またそれは別の動画で、はい、お話ししたいと思います。まあ、ちょっと話すだけだとなんなので、もちろんゲームもしていくんですけども、これからよろしくお願いしますと。じゃチャンネル、あ、猫ちゃん猫ちゃんが今落とした。あー、気になるんだ、やっぱり揺れてるから。すごい気になっちゃった。僕は遊び道具だと思ってるよ、この旗が。気になっちゃった。目悪くなるぞ、猫なのに。目が悪くなる、トラちゃん、トラちゃん。噛んだショッツル講座縄張りバトルです、よろしくお願いしますということで、スプラトゥーン3が情報がね続々出てたのですが、今回はヒーローモードがねちょっと俺気になってたんですよ。なんならミステリーファイルを今までいろんなあれだね、スプラ1とスプラ2でいろんなステージやって頑張って集めたんだよ全部。だからちょっとねミステリーファイルとかそういうの集めるの楽しくなっちゃって、今回のも楽しみです。全然当たんないですけど、やばい、ああありがとうちょっと焦ったね、倒せる。ローラーいそうで怖いんですけど、ちょっと塗っていきましょう。ショッツル鉱山ってあるのかな、スプラス3で。地球に飛んでいる、ありがとう。びっくりしためちゃくちゃびっくりした。わあ、ぐちゃぐちゃだ。ちょっとジグ塗った方がいいかもしれないな。ピンチついてるんで、ここだけ最初塗っておこう。味方にインクアーマーあげて。だからインクアーマーとかのスペシャルもいろいろ考えること多いんですよ。そう。今まで使ってた武器でしょ？キャラクターの髪型とかさ、何から何まであって、新しく何が追加されたのかってのが大事。なんでここ塗られてんだ？なんか塗られてました。なんでか。来てたのかな？まあ、ピンチついてますけど、これか。ドラ怖い、ま
ってる。いや、あんま無理はしたくない。あんま無理はしたくない。あ、ジャンプ、これローラーですね。倒した。ラッキー、今いけるね。あ、ラッキーラッキーラッキー。ぬちゃぬちゃ。あ、なんか来てる。あ、削られてる。削られてしまった。頑張れ。ナイス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 。はい、よしよしよし。俺の代わりに塗っといてくれ。ありがとう。ちょっと周り塗るわ。いやー、皆さんどうでしたか、見ましたか、任天堂ダイレクトダイジェスト。あ、どうしてもいいか。いやー、マジで止まらなかった。その興奮というか楽しみが、いやー怖い。いろんな要素あるじゃん。ちょっと動画にするのも楽しみなんですよね。なので皆さんチャンネル登録と高評価して待っててください。逃がさない。 OK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 。よし、いいな、ザップ楽しいな。ザップ絶対あるだろ、スプラ3。え、これ抜けてない？ビックリした。乗ってみればね、わかりますからね。なんか任天堂スイッチでスプラ3出るのもね、嬉しいですしね。よいしょ。よし、相手ピンチついてるから無理して死ぬよりかは抑えてればいいか。あー、一発だ。おお、ビックリした。あ、やれそう。あ、惜しい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 。まあでも、あっち側味方が塗ってくれたし、いいんじゃないか。うん、ありがとうございました。いやー、ちょっと楽しみ。高揚感が止まんないわ。興奮じゃないか。高揚感だ。ワクワクが止まんねえ。はい、お待ちしました。ショッツル鉱山、ナーバリバトルです。よろしくお願いします。ステージは変わらず。ヒデオくんのストーカー、リオ君のストーカー、ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。探してんすかね。俺もね、結構探して、てかこれ次ヒデオ君に変えてあげよう。なんか来てるよ。ナイス。これ変えてあげたら喜ぶんだよな、多分。でも慣れ合いみたいになっちゃうからあれか。そういうとこ気をつけなきゃいけないですよね。これ多分もう一回ね、インクアワー溜まるよな。溜めてあげよう。で、塗る場所が。ここか、インクが。OK。これ使ってくれ。ナイスに用事だね。いやー、なんか俺塗ってるだけで勝てそうだ。ラッキーラッキー。こういうとこ塗るの大変だよ。ボルトマーカーだけが抜けてくる可能性あるんで、それだけがこう、ナイス。ボルトマーカー警戒しよう。ボルトマーカーすぐ抜けてくるから、うん、あ、ナイス、うまいね。バーマーが潜伏してる。やばい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 。えやばい、やった抜けちゃうわ。ラッキー、なんか2人倒してわ。ラッキー、あ、俺使うわ。よし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 。あ、ナイス。すごい気持ちいい。さっきの9番ゴムでね、倒せると嬉しいよね。もう気づいてないんじゃないか俺に。完全気づいてないよ。後ろから失礼。ごめんね、敵陣地いるのさ。だんだん塗る場所なくなってくる。これ、うわ、あ、頑張れ気力、ストーカー頑張れ、ストーカー頑張れ頑張れ頑張って。やろ、はい、インクアーマー。もしも今当たってても、ラインクアーマーで守られているという。で、ローラーにインクアーマーは厳しそうだね。あと一人ローラーいない。いた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 。ここにいたの。あー、怖い。ちょっと塗られちゃいましたけど、塗り返して、これインクの色、スプラトゥーン3に近い色じゃないですか。黄色のイメージがあるんですけど、あとこの荒野って感じが、なんだろう、荒廃したステージって感じがあるんですよ。バンカラチオですね。バンカラチオ、バンカラだっけ、バンカラ、あれバンカラだっけ、忘れちゃった。バンカラってラーメン屋さんですありますありますよね。ラーメン好きなんですよ。つけ麺かな、
それなんか聞いたことあるわ。この前言ったら言っちゃったけど、まあ勝ったっしょ、右側。やば、これは力の差出ましたね。あら、塗ってるだけなんだけどな。まあ9番ボブがちょっと気持ちよかったかな。仲間ありがとうございました。ナイス。